皆さんこんばんは、文菊でございます。また久しぶりの文菊の部屋ということで、今日は46夜ということで、本当にいい回を重ねて、しかしまあ年に4回になってますから、やはり久しぶりということになりますね。まあ世の中というものがだんだんとこう変わって、これはいつの世でもずっと同じ世の中ってのはないわけですから必ず変化というものがあると、歌は世につれ世は歌につれと、本当にその時代その時の人の気持ちというものをこの歌というものが、表しているんだそうですね。昔明治大正期でございますが義太夫節というものがもう爆発的にこう流行ったそういう時があったんだそうで、義太夫節というところはもう竹の技さんの配信をねご覧になる方はご存知だと思いますが、今では人形浄瑠璃の文楽で語られる節でございますね。義太夫節と、音曲の司というぐらいですから、もう音曲もいろいろございますが、まあそれぞれに魅力があるわけだけれども、やはりこの義太夫節というのは一つ、力強さがあってね、もう全て、もういろんな感情をこの声に乗して表現表すわけですから、これはもう大変なもんでね。で義太夫節というのが流行ってそれこそもう猫も杓子も義太夫義太夫ということにかつてはなったんだそうですね。で寄席にも女性の義太夫語りが出まして大変に人気を博したんだそうです。義太夫というのはねもうこう腹に力を込めてもううなるわけですからね、そうするとこう顔が硬直してきてね、でまあ若いご婦人がそれを語るわけですからもう何て言うんですか色っぽいわけですね。私も話はそれますが、NHK のあれは坂の上の雲かな、にもういつの頃だか忘れましたが呼ばれて少し出たことがあって、その時は、寄席で落語をやっている噺家の役でねでやじを言われて引っ込むというね、大変重要な役で出演をしたんですけど、学生さんたち主人公がねもうその女性義太夫まあ俗に垂れ木だということを言いますがねこう垂れ木だを聞きに来て、目当てはね垂れ木だなんだけどその前で私がずっと落語やってるからもうお前は引っ込めってんでね大変にやじられて引っ込んでで書生さんたちがもうその女性義太夫にもうのめり込んでねかぶりつきでもう聞くわけですね。そうするともうその太夫がもうたこうなってねでこうかんざしをこう、まあ、わざと落とすんでしょうね。でそれをこう拾って、後で、届けるという、ですから今のアイドルと何ら変わりないわけですね。それほどこの義太夫というものが庶民の間にこう浸透していたというそういう時代でございますね。でご大家の大旦那となるとこれはもう時があって。金がありますから、それじゃあ私も義太夫をやってみようってんでね、で職人衆やなんかだったら稽古場稽古どころへ、まあ、通ってくんでしょうけどご大家の大旦那ですからもう師匠を自分のお棚にこう呼びつけてでそこでもって稽古してもらう。で師匠の方でもねうまくなってもらおうと思っていろいろああでもないこうでもないと。いろいろこう教えるんですけどもう大棚のそれ旦那ですからねもういろんなこと言われたってねもう面白くないんだ。なんだろうねなんだほんとあの師匠はなんだか知らないことどんどんぐずぐず言うんだあの人ねえなんだろう、本当にな。面白くないよ、あら、あの師匠は。もう、まあ、あの師匠よっしゃおって言うんでね。弟子が師匠を破門にしたりなんかする。で、師匠の方でもね、さ大変な金づるでございますから、これ、もう破門にされちゃかなわないってんでね。もう、難しいこと言わなくなって。ねえ、ええ、はい。ああ、もう、はい、いや、もう、本当に驚きました。ええ、いや、まあ、あなたのね、なんでしょう。ねえ、もう、ね、ええ、もう、まあ、なんでしょうね。あなたのまあ、お声がね、もう、本当に、ええ、まあ、そうね。まあ、不思議なお声と申しましょうかね。いや、結構でございますね。なんてんで、こう、よいしょするわけですからね。で、そうすると当人は、なんだよ。俺も捨てたもんじゃないんだな。俺はうまいんだかなんか思ってね。で、こうなるってと人間ってのは、稽古してるだけじゃ済まなくなる。今度はこれを誰かに聞かせようというね。ごく不らちな了見を起こすようになりまして、そらもう聞かされる方はとんだ災難でございますね。まだ青い白と浄瑠璃黒とがり赤い顔してきな声を出すなんという悪口が言ってございますが、おいおい、あ、佐田吉、お前ね、座布団どうしたんだよ、座布団は。並べたかい？ああ、そうか。何枚並べたんだ？40枚？ああ、そうかい。そらお前ちょっと少ないよ、そら。あと、20枚ばかし足しといてくれ。ああ、それがさだ、お前ね、いつも座布団をお前、豆腐屋さんでございますか？豆腐屋さん。豆腐屋さんでございますね。お豆腐屋さんは何でもお得意先に年会があるんだそうでございまして、生揚げとがんもどきを一足ずつ頼まれたということでございます。いや、ダー様の前でございますがですね、これ、生揚げ、これはですね、豆腐を水出しいたしまして、そのまま揚げればよろしゅうございますね。ところが、がんもどきという、これが大変なんだそうでございますよ。いろんなものが入るんです、がんもどきってのは。人参が入ったり、ごぼうが入ったり、なんかしてね。で、ちそのみというものがございます。ちそのみ。これもね、ある自分はよろしゅうございます。ところがない自分は、塩漬けになったものを買ってくるんだそうでございますね。で、そのまんま入れるってところ、塩辛をございますね。塩抜きをするんでございますが、あんまり塩を抜くと今度は味が落ちちゃう。おい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 。茂蔵よ。茂蔵。お前、誰ががんもどきの製造法を聞いてんだよ、お前。いいよ、もう、何度いいよな。お互い、あっ始まったよ。頭を下げろ、頭を。ねえろ。危ねえな、おねえろめ。義太夫が当たったらどうすんだよ。こんばんは。で、このチャットというものも、この下にございますんで、あれどうやってこうでいいんでしたっけ？なんか違うとこが動いちゃうけど。動きます？こう自動的にじゃあ更新されていくのかな？このチャットというものに参加していただいて、皆さんとこうやり取りをしていこうというね、そういう時間でございます。はい。はい。じゃあまずいつも通り寝床について。寝床について。寝床っていうのは俺ちょっと笑いすぎちゃって聞こえてなかったから心配だったんですけど大丈夫だったかな。これはすごくまあなんだろう、なんかいろんな方がやるんですよね、寝床ってね。でいろんな形があって、まあ有名なのはで今日はこの事前にですね初めて。今までもこういうことあったんですけどお客様から、はい、お差し入れをいただいたっていういつもは当日ここへ来ていやこんなことこんなお差し入れがっていうのはあるんですけど、昨日でしたっけ、昨日か一昨日、電話で話した時にお差し入れいただいたからっていうふうに言ってくれて、でじゃあね、そのいただいたお差し入れをこれをこっちかな、はい、こういうことですね。いただきました。ありがとうございます。七軒さん大好きです。でしかもちゃんと、初夏のでしょ、純米吟醸、季節の酒です、ね、生酒。私が生酒がいい、生酒がいいっつって生酒でちゃんと冷やして、はい、冷やしてきました。置いてくださいました。で私はだから事前にお酒があると聞いたんで、今日はですね自分の家で家でですねやってる、一番最小範囲の、はい、なんだろう布陣ですねこれがもうおつまみを食べないで、お酒だけ飲む時にこのぐらいのお盆で、でお酒これも1合ちょうど入るんですけどね。だからとっくりと杯、まあこれはちょっとそばちょこだけど、最初これにもしなんか増えていくとだんだん大きいお盆になっていくんですけど本当は京都ね、京都大阪じゃ京都だね、京都の空間いい空間でねやりたいですよね。京都がいい、奈良でもいい、奈良最高じゃないですか。最近奈良ハマりだ。いやいやいや、その最高です。いやちょっとだってそういう空間がたくさん残ってる、確率が高いのはだって京都奈良でしょう、やっぱり。そうね、当然そうなりますよね。はいはいはい。あゆぽんさん、時代を重ねた建物で浅い芸は合いません。プレッシャー。文菊師匠がハマるのは文菊師匠ならではだと思いますよ。ああ、それはありがとうございます。笑顔マーク。いやいや、それはもうね、まあやっぱりそういう好みっていうかね、そういう風合い、やっぱり風合いが合う合わないっていうのはね、だって例えば私はライブハウスではだって合わないんだから。やったじゃん、ミラーボールのとこで。なんだっけ昔、あ、それ新宿のやつ、そんなとこ来たんだっけ。行ったあれひどかったよ。いや別にいいでしょまあね、だってあれはだってもうすごいとこでしょ。だって楽屋だってさ、なんかもう、はい、じゃあアッコさんありがとうございます。今宵も楽しいひとときありがとうございました。リアルな回も楽しいですが、よもやま話付きのこの配信とても楽しいです。いつまでも続きますように。ありがとうございます。これは何、ずっと喋ってていいってこと。竹野さん、はい、このいつまでも続きますようにっていうのは、これを今ずっと2時3時までやれと言ってるのではなくて、これがまあいわゆる時間軸が相当長い時間軸をアッコさんはおっしゃってると思いますよ。なるほど、そうですよね。これ別に今ここで我々がずっと12時ぐらいまで飲んでておめえたちは何をやってんだと。付き合ってください。すごいね。昔やったんですよ、24時間落語ってのがね。何それ。あったんですよ。新宿でね、それもなんか劇場でやったんですよ。オールナイト落語って、もう朝までやってっていうのね。若い頃でしょ。もちろん私は2つ目だったけど、そうじゃなくてもう鳥は炎上師匠だったんですよ。朝のだから5時とか夜明けの時に、それで炎上師匠出てきてね。多分N鳥さん、私も遠方ですので続けてもらえるとありがたいです。ありがとうございます。矢部さん、今夜もありがとうございました。心が満たされて気持ちよく眠られそうです。あ、嬉しいですね。何よりです、本当にね、お心がね、嬉しい満たされるってのは本当に素晴らしい。矢部さん、今夜もありがとうございました。あ、これ今読みました、すいません。ピョンナさん、ありがとうございました。また次回楽しみにしています。ありがとうございます。いつもありがとうございます。N鳥さん酔ってからの方が面白いです。あ、まあ、あじゃない喜ぶな、違う、はるみどりさん、酔ってからの方が面白いってことは、酔う前は落語は何なんだって話か。まあそこは聞いちゃダメだよ。芸人としてはさ、聞いちゃダメです。アルミ通りさん、ショックよ。いつも楽しい配信をありがとうございました。次回も楽しみにしております。うん、ありがとうございます。あゆぽんさんありがとうございました。あっこさん拍手。シャミタカさん次回楽しみにしております。いつもありがとうございます。かなかさんも拍手いっぱいいただきました。さやかさん、七軒美味しいですよね。美味しいんですよ。七軒。そうなんですよ。まあお水がいいのかな。じゃあそしたら落語も酔ってやった方がいいってことになっちゃう可能性あるけど。あゆぽんさん付き合いますよ。朝まで文菊の部屋。じゃあ一回やってみましょう。スマホでうちでやってくださいね。かなかなさんいいかも朝までまだがね。本当皆さん煽らないようにしてください。本当にもう朝までじゃない。最初配信やらないみたいな。どこでもゆきちゃんさん次回も楽しみにしています。あゆぽんさんアーカイブ残しちゃダメっぽい。ああそうですね。かなかなさんそれは朝までやったらダメでしょうね。朝5時からガシガシ本当ですよね。そうね。いやありがとうございます。ありがとうございました。今日も遅くまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。また次回、日程決めてご覧いたしますので、はい、またご視聴お待ちしております。チップもねありがとうございました。はい、ではまた次回。はい、おやすみなさい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。